はいどうもこんにちは、あすけです。えー、本日は、とあるものを買ったので、紹介したいと思います。はい。まあ僕ね、あのー、昔の動画見てもらうとわかると思うんですけど、あの、l e Paperwhite を愛用してました。まあたいえー、っと、あれがね、買ったのが5年ぐらい前なんで、まあ、たいまあ3年ぐらい使ってたんですけど、ちょっとあの、紛失してしまいまして、まあそれで買い直しました。こちら。はい。 キンドルペーパーホワイトと言ござい。キンドルペーパーホワイトでございます。はい。ということで、まあこれ何かっていうとね、あのご存知の方多いと思うんですけど、電子書籍でございます。電子書籍端末ですね。はい。で、えー、容量は 4GB で、広告なしモデルのキンドルペーパーホワイトですね。はい。まあ広告ありと広告なしってあるんですけど、広告ありだと大体2000円ぐらい。 まあ安いみたいです。まあ僕はこれね、中古で買ったんでまあ、関係ないんですけど、まあこれは広告なしモデルです。はい。で、え d キンドルペーパーホワイトの2013年モデルということで、まあ前持ってたキンドルと多分一緒だと思います。一緒の方ですね。はい。だからまあ今更感はあるんですけど、ちょっとまあ、紹介します。はい。まあ、まあ、あの、こんな感じで、これ液晶、液晶じゃないんだよな。電子ペーパーっていう、 えー、そういう液晶ではない紙みたいな感じのパネル、タッチパネルでございます。はい。まあ、えー、こういう感じで、まあ動作がワンテンポちょっと遅れる感じなんですよ。これは別にス,スペックが低いからとかじゃなくて、あの、電子ペーパーの特徴ですね。はい。で、えー、まあバッテリー持ちもかなりいいですね。これね、すごいのがなんか 3G に対応してんだよね。うん。実はね、 対応モデルなんですよそう実はあのキンドルって 3G 対応モデルと Wi-Fi だけのモデルがあって 3G 対応モデルっていうのはこれ回線とか契約しなくていいんですあのもう無料で 3G 回線が使えるっていう、まあ、当時僕結構すごいなと思って、まあ、正直ね僕は別にあのー、スマホあってそれでテザリングすればいいんで、まあ、正直 3G とかまあ 必要なかったんですけど、まああるに越したことはないですね、やっぱり。はい。で、えー、電子ペーパーなんてこういう感じで、斜めから見ても反射しないというね。はい。すごいでしょ。で、一応ね、あの、kindle p a ペーパーホワイトと、これのレンガモデルの kindle ってやつがあるんですけど、それが何が違うかっていうと、軌道の変更ですね、えー。バックライトがついてないんです、普通の kindle には。でも、こいつには、 えー、ちゃんとバックライトがついてるんで、まあ夜でも今回読めますよっていう感じですね。はい。で、えー、ちなみにこれ中古で買ったんですけど、お値段なんと、いくらだ ?4 キュッパ。4キュッパです。だからまあ約5000円ですね。5000円でも買えました。安いですね。あのね、皆さんの中古、何中古ショップとか行って金 l e あるかね、調べてみてほしいんですけど、まあ大体ね、 安いと5000円と円かで手に入りますっていうか多分ね6年前の当時もなんか67000円で買えたんで、まあ、多分当然ちゃ当然なのかもしれないですけど中古で売ってるねキンドルってすっごい安いんで、まあ、正直なんか17000円とかで新品買うよりね僕はこっちの方がお得なんじゃないかなって思いますまあ性能差とかは確かにあるかもしれないんですけどまあぶっちゃけね本読むのにあんまスペックっていらないですよペラペラちょっとめくるだけなんで うん、だから別に全然2013年モデルでも使えます。ただ、あの、古い n d l e のモデルを買うにあたって、まあ、一つ注意していただきたいのが、あの、手動でアップデート、手動でパソコンにつないでアップデートしないと、あの、n d l e ストアに接続できないんで、まあ、そこだけちょっと注意してください。はい。まあ、そんな感じで、え d l e p a ペーパーホワイトの紹介。 いや、もうちょっと、もうちょっと喋った方がいいかな。まあ一応、まあ、あの、これからちょっと詳しいことも話していくんで、まああの、一応一人通りのことをこれから話していきたいと思います。はい。えーと、まずね、なんだ。まあ電子書籍のね、こういう端末の何がいいかっていうと、僕普段ね、漫画はあの iPad で見るんですよ。漫画は。うん。 やっぱね、iPad のでっかい画面がね、漫画見るのにいいなって思うんですよね。うん。なんか iPad のこのサイズになれちゃったんで、漫画はね、僕絶対 iPad で読んでるんで。だから、正直ね、でも、でも実際の漫画本ってあんま Kindle と多分サイズ変わんないんだよね。って考えると、まあ別に n d l e でもいいような気がするんですけど、漫画は、まあ iPad でいいんですけど、小説がね、 Kindle じゃないとやっぱきついんですよ液晶で見るの液晶で文章を見るのってやっぱしんどいんでっていうことでやっぱ電子ペーパーは必須ですね活字を読むんだったらはいまあそんな感じですあでも 3G 回線がただで使えるってことは、まあ、外でネット見放題とはなりませんねまああの普通にネットとか見る用途には向いてないてかそういう風に作られてないんで 普通に処理落ちするし、途中であのページが落ちます。なので、そういう用途は向いてないと思います。はい。まあ、以上になりますね。はい。ということで、えー、皆さんご視聴ありがとうございました。